はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語文節丸2をお送りします。で、前回からね、文節このシリーズがスタートして、その2本目です。まあ、前回の続きだと思って見てみてください。で、今回はポイントも含めて全部で8問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から問題の方解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回文節丸1の時に、まあ、基本的な切り方、文節の、まあ、根を入れてね、切ってくださいっていう話と、で、もう一個は複合語、2つの言葉がくっついたやつ。例えば押し出すとかだったかな。押すと出すがくっついてるんだけど、そういう言葉は切らないというルールをやりました。で、今回はまずね、また2つルールをやるんですけど、まず1個目です。こっちからいきます。で、こっちはほにゃららて、てんてんてん、ほにゃららで、てんてんてんは文節を分けようと書いてあります。なんだけど、これだけ見ても何言ってんだっていう感じがすると思うので、これはね、問題やりながら確認していきましょう。では、まずね、次の文の文節の切れ目にまた斜め、このね、斜め線を書いていこう。で、1番なんですけど、基本的にはやっぱりこう根を入れて切っていきます。なので、これもペンを3本買っておくでしょ。だから、ペンをね、3本ねって感じで切っていくんです。で、問題なのが最後で、買っておくねって切りたくなるんです。これ買っておくねってなんだけど、これここで切ります。買ってね、置くねっていう。で、これが今回のポイントのほにゃららてとほにゃららで、この言葉が出てきた時はその手とでで切るんです。で、これはぜひね、前回の動画もちょっとチェックしてもらえるとありがたいんですが、前回の動画一番最後に揺れているだったかな。ちょっと待ってね。そう、揺れている。で、これも揺れているなんだよ。で、ここの手で切ってください。なので、こういうほにゃららてとかほにゃららでっていう言葉、買っておくとか揺れているみたいな感じの言葉の時は、その手とでの部分で切ることを覚えておいてください。よくね、買っておくも買うと置くが複合語でくっついてるから、これ切らないんですよねって言われるんですけど、これは確かに買うと置くがね、くっついてる感じはするんだけど、手が入っちゃってるので、そこで切るというルールが発生します。で、次に2番。友達に歌詞を読んでもらう。で、これも普通に切っていくよ。友達にね、歌詞をね、読んでもらうねとしたいんだけど、これも確かに読むともらうがくっついてる感じはするんだが、でがあるんだよ。読んでって。だから、この部分で切ってください。まあ、読んでね、もらうねってちょっと違和感はありますけどね。でがあるので切ると。で、3番。公園まで走っていく。これも、公園までね、走っていくねにしたいんだけど、走ると行くがくっついてるけど、手がいるんで、この部分、走ってね、行くねと切ってください。いいかな？こんな感じで、手とでが入った時には、その注意するべき時があるんでね、それは確認しておきましょう。で、もう一個。次の方が若干厄介です、ルールとしては。いいかな。で、次はね、ないっていう言葉。例えばこれ、無駄でないとか、できないとか、食べないみたいな。こういう、ないのついた言葉は、ある言葉を入れて確認する必要があります。で、まず、何を入れるか。これは、ちょっと青にしようかな。これね。一文字です。わ。いい、わです。これを入れて確認をします。で、どういうことかっていうと、でも次もね、同じような問題、切っていく問題なので、まず、努力は決して無駄でないという言葉があります。で、これも、努力はね、決してね、で、無駄でない。これを切るのか切らないのか。さっきはさ、手と出の時は絶対切るじゃん。あ、絶対切るって覚えておけばいいんですけど、ないの時、これね、ないの時は、切る時と切らない時があるんです。だから厄介。で、この無駄でないっていうのは、切る切らない判断の仕方、その時にはその無駄でない、ないの前に和を入れるんです。
そうすると努力は決して無駄ではない、意味が通じるでしょ。つまり和が入ることができるんです。その和が入ることができるその時には切ってください。ここつまり努力はね、決してね、無駄でね、ないねという感じです。だから分節いくつですかって聞かれたら 1,2,3,4,4つという答えます。まあ4だねっていうふうに答え、数を聞かれたらね、こうやってやります。で次、彼女は逆上がりができない。これも彼女はね、逆上がりがね、できないで、ないがあるので、ないの前に和が入るかをチェックします。その時にできはないっていう言葉おかしいでしょ、意味が通じなくなる。つまり和が入らないんです。だから切らない、これは。だから切ることができない。つまり彼女はね、逆上がりがね、できないねと。だから分節は3つと、こういう風にやってください。ないがついてる言葉はね。で次、それを食べない理由がわからないと、ね、ないが2つもあるんですけど、でまずね、それをね、で食べないもないの前に和を入れてみます。食べはない、これできないね。だから和が入らないから切らないんです。だからそれをね、食べないね、理由がね、でわからないもいきましょう。わからはない、これも意味がわからないね、通じないと。だから切らないの。つまりこれで正解になります。それをね、食べないね、理由がね、わからないねと。分節は4つだね。で最後、体調が良くないので行かないと。はい、これもないが2つあります。まあ普通に切っていこう。体調がね、で良くない、ここないの前に入れてみようか。体調が良くはない、これ意味通じるね、良くはないって。だからこれ切ることができます。体調がね、良くね、ないのでね、で行かないもチェックします。行かはない、これ和が入りません。だから切らない。いいなら分節としては 1,2,3,4,4つという感じになります。いいかな。なので今回分節に関してはほにゃららて、そしてほにゃららで、この時ね、買っておくとか走っていく、読んでもらうみたいな、この手とでが出てきた時のポイント、そしてないっていう言葉がついてる言葉の時の見分け方について覚えておいてください。いいかな。では今回は中学校国語文節丸2をお送りしました。で次回はですね、あ、ここまでね見ていただいて本当にありがとうございました。でごめんね、次回は練習問題っていうのは、ね、あんまり取らないようにしようとは思ってるんですけど、文節に関してはこの後もすごく大事なので、ぜひちょっと慣れてほしいっていう気持ちがあるので、ちょっとね次は文節丸3ということで練習問題を数問ね取り上げようと思います。なのでね、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。